かりしています。ありがとうございます。福井で出会ってから5年以上経つけど、こうして手紙を書くのは初めてで、なんだか緊張します。実は今回スタジオに来てほしいという相談を受けたのですが、マッケンと友達だということは周りに言っていないので、手紙という形で思いを伝えさせてもらうことにしました。福井の焼肉屋で一緒にカルタをしようと誘った時、まさか俳優さんがいいですよと言ってくれるとは思わず驚きました。小学校の授業でカルタを習ったことがあった僕は、正直楽勝だと思ってたのに、実際には1枚しか札を取れずボコボコにされたのはいい思い出です。芸能人なのにとてもフランクだから、地元の友達と一緒にいるような感覚になります。でもゲームセンターのパンチングマシーンで高得点を出し、キラキラした笑顔で振り向く姿はまるで映画のワンシーンのようでした。日本だけじゃなく海外でもどこにいても応援してますので、お体にお気をつけて頑張ってください。親友シュート。ありがとう。